入山系の教えて入山教授早稲田大学の教授でもある入山さんがリスナー部員からの質問を3分で解説追加の質問にも教授らしく答えていく教えて入山教授ドーナツのことは教えられませんマリトッツォもねご存知なかマリトッツォもねさっきねねあのね CM 中央もねマトリッツォって言ってね,ってねバカにされましたね <laughs> 経営学者としてそれでいいんですかっていうお叱りを頂戴しました<笑><笑>えー、今日も頂い,いたメールご紹介しますが <laughs> ラジオネーム世田谷くんは世田谷くんにお住まいです最近 To earn、うん というサービスの仕組みを知りました、うん、その中でも Move to Earn 歩いて稼ぐステップンというアプリの存在を知り興味を持っています、はい、今ステップンすごい注目されてるんですよね<ー>、はい、ただ仮想通貨と連動しているので暴落もすごいと聞き知り込みしています そこで教授、ステップンというアプリは安全なのか怪しいのか今やり時なのかまだ待った方が良いのかなど詳しく教えてもらいたいです。あ今話話、ね、話題題題ななんんでででですすすねこのいろんな意味ということで入山教授には2ーアームまたステップンについてまずは3分で解説していただきます。はい、それでは用意スタート えとですね、ステップについてはあのまずトゥーアンというよりステップそのものについて解説しますけど、えー、と結論から先に今日は言うと、うん、一言で言うとちょっと断言しますがやや怪しい。 あまあ、怪しいというとあれかもしれない。なんであのあ一応気をもしやるんであれば気をつけながらやるべきだと思います理由は仮想通貨を使ったポンジスキームというものに近いからということになりますでこれちょっと言葉説明しますねどういうまずねステップンってどういう仕組みかっていうとうたい,い文句は歩きながら歩くとお金が入ってくるっていう仕組みなんですよ、うん、でこれは、えー、とステップンのアプリケーションに入れるとですねあの今仮想通貨この前も NFT っていうのを説明しましたけど、うん、あの まずスニーカーを買うんですね。アプリ上で、うん、でそのスニーカーというのがまあ、10万円とか実はしたりするんですけど、最近は、うん、そのその10万円で買うと。 ですね、そのステップンが出してる、まあ、あのソロナっていう、まあ、仮想通貨があるんですけど、まあ、トークンと呼ばれますがそのトークンをもらえます、うんうん、で歩いていくとだんだんそのトークンの、まあ、価値というか価が上がっていくっていう仕組みになってるんですよ、うん、ただこれそんな簡単に上がんないみたいです僕は使ってないんですけど、うん、あのかなり歩かないとあのなかなかあのその価値は上がらないんだけど、うん、でもちゃんと歩けば一応価値は 上がるんでそれが自分たちのリターンになるということなんですが、うん、じゃあここからが何でこれがあの難あの怪しい可能性があるかということなんですけど、うん、あのこれもちょっとお,おかしな話だしと思いません、うん、歩いただけでお金が入る問題じゃそのお金がどこから出るのかって話なんですよ。うん、でそれは こう考えてください例えば最初の,10あの,そのさっきのスニーカーあるでしょ、うん、スニーカーを他にも買う人がいるわけですよオンラインにスニーカー買わないとステップ始められないんで,、うん、でそれは結構10万とか下手すると先に100万円とか200万円するのもあるんでうん、うん、それを買って 人がが払っったお金が原資になって先に買った人のところが歩くとそこにお金が払われるっていう仕組みにどうもなっているんじゃないかと言われていてでこれは投資でおける典型的なポンジスキームと呼ばれるものなんですね。つまりあの何かを 何かお金を例えば100万円払えばいついか125万円になりますよっていうのはそれを最初10人がやったら次に100人がやるわけですよ。100人が払った100万円を原資にして最初に買った10人にお金を払うっていう仕組みに近いんですよ。でこの100人は今度は次の1000人が払ったお金を原資にしてお金をもらうっていう仕組みなのでこれポンジスキームというものそのものは詐欺罪で違法になる可能性があります。なので ステップが絶対悪いというわけではないですけどこの仕組みに近いということは理解して、うん、つまりは最初に始めた人の方が有利あとになればなるほどリスクがあってこの仕組みがポシャった瞬間にうまくいかなくなる可能性があるということだと思いますんで絶対にやるなとは言いませんけどあのまだ気をつけてやった方がいいということだと僕は理解してます。そそうなんだその 仮想通貨を使ってっってていうののはやっぱそのシステムだっていう意味なんですかねはいあ<の>仮想通貨だからこそまずあのデジタルなんでいろんな人ができるということと、はいまあ、仮想通貨なんんでででまだ規制が弱いんですよね、うん、で今回実は価格が実はこのポンジス,キあのあのステップンの価格が下がってきてるんですけど仮想通貨の価格が落ちてるんですがこれは中国が実は規制したことが影響していると言われていて、うん、中国ってやっぱりこういうちょっと微妙なやつを最近規制する傾向にあるんで。うん それれでで価格が下が下ってきててきいいると言われています、うん、でこれ繰り返しですけどこういったその仮想通貨でやるこういった仕組みが全部悪いわけではなくてで今どれが合法で違法かも今これは別に違法じゃないんで。うん、あのー 絶対ダメというわけじゃないんですよ。でもっと健全というか、ポンジスキームじゃない仕組みのものもありますから。うん、あの、ちゃんと皆さん趣旨選択して、あの、自分にとって安全だなと理解したらやればいいんじゃないかなと。いうふうに思います、うん。このステップがムーブトゥーアーンの中の一つ。ってことだったんですけど。はい、他に、じゃ、トゥーアーンっていうのは。稼ぐってことですね。ああ。 で、ムーブっていうのは動いて、稼ぐ、<ー>だからステップの場合は歩いて稼ぐから。ムーブトゥーアンでもいいし、ウォークトゥーアンでもいいんですよ。で、他にも、実はこういった、すき、あの、仕組みの、あの、仮想通貨と、を使った仕組みはあって。スリープトゥーアンっていうのもあります。ええー、寝る,寝るだけで稼げる。怪しい。<laughs> <laughs> でも、だかそれが今の仕組みなん、今の仕組み、多分近いやつもあると思うんですけど。やっぱり、お金を稼ぐのって、アドバ簡単じゃないんで。んあの、どっちかというと、投資みたいなイメージで、これ、問題は、この。 あのポイントはこの例えばステップをやる使うと揺んな人が使えば使うほど、うん、株とか他の金融資産と一緒で、うん、価値は上がるでしょ仮想通貨のうん、うん、だから実は投資っていう意味ではちゃんと投資になってるんですよねうん、うん、で逆に今ちょっとそこ,のそこが信頼が置けないっていう人たちが出てきてるんで、うん、価値が下がってるんで投資対象としては実は今価値が下がってる、まあ、逆に言うと、うん、価値が下がってるから今が買い時だっていう人もいます、うん、だからステップが絶対悪いというふうにあの僕は言うつもりないんですけど、うん、あの ポンジスキーミーに近いんで、気をつけましょうということは言ってもいいんじゃないかなと思いますね。このコーナーでは、入山教授に教えてほしいことを引き続き募集しています。件名に入山教授と書いて、おいでよ。アットマーク、J. O. Q. R. ドットネットまでお送りください。教えて入山教授。このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。ポッドキャスト Q. R. をチェックしてください。